ななんだあれはえなんだ我々は地球違う,う宇宙人だごめんねえちゃんとやろうと思ったんやけど間違えたなんかこんなんあるらしいやん我々はみたいなそれやろうと思ったんやけど <laughs> あかんだわえええ宇宙人ですかいやいや <laughs> ああああせやで わかるやんとは思うけど。え日本語話せるんですか日本語ああ違う違う。<laughs> いやいや、これは <laughs>、そういうことじゃないのよ。この首につけてるやつが、こう、言語を切り替えて <laughs>、喋ってるみたいな感じにしてくれるやつなのよ。ああ、そんなのあるんですね。え、じゃあ何あのー、 俺がこの来るときに宇宙船の中であの日本語っていうのはこういうおはようございますっていう挨拶があってみたいな感じで <laughs> 覚えながら来てると思ったいや、まあ、はい。そんなわけないやんか、さすがに。ありえへんやんか。じゃあ何あの違う星行くたびにこうやって勉強し直すのそれはありえへんやんか。めちゃくちゃだるいなこいつ。宇宙人ってことなんかよりだるいがまさってびっくりがもうないわ。じゃあ、じゃあさ、この首につけてるやつは何やと思った コなん意味なくつけてるわけないやんか。何やと思った教えて。いや、なんか、わかんないですけど。発信機か、なんかと。<laughs> いや、いや、なんのやねん。<laughs> 発信機って、マジでだるいわ。もう普通に嫌いやわ。おもろいな、君。コメディアンいや、違います。あのあ、地球には何しに来たんですか侵略。え嘘をやって。<laughs> 嘘をやって。 いいとか言うてたやん。わ <laughs> かるやろ。いや、わからんて。何にもわからんて。お前について。UFO 見たやろあ、はい、まあ、見ました。じゃあわかるやろ。<laughs> あんな K1 台で侵略しに来るわけないやろ。わからんねんて、全部。UFO に K とかいう概念があることも知らんねんて。じゃあ、何しに地球に来たんですかまあ、観光というか、自分探しの旅的な。結構いろいろあってさ、新しい自分を見つけたいっていう気持ちで、ここに来たね。 キモい理由で地球をとる。何でもええから、宇宙人ぶち殺す映画見よう。